さんこんばんは。12月12日火曜日、時刻は夜8時30分を回りました。シーウェーブ千住で暮らすシースタジオの時間です。この番組は株式会社キャン、インターネット放送シーウェーブ7階ブースから配信してお送りをしております。本日第2週目の MC は、国際学校建設支援協会の石原がお送りいたします。この番組では皆様からのメッセージを受け付けております。千住アットマークシーウェーブ .jp までメールを送ってください。またフレッシュから見ていらっしゃる方たちはメッセージもコメントから受け付けておりますので、どんどん書き込んでください。お待ちしております。ということで、今日は女性の方がゲストなんですけれども、本日のゲストは八田明日香さんです。はい、一応私の方でこのね、はい、プロフィールをね、読むんですけど、はいはい、ちょっとざっくりで大丈夫さっきね、読んでて、そもそもカリフォルニア州立大学卒業ってすごいなってちょっと思っちゃったんですが、はい、行くのは行けるけど、うんうん、卒業が大変、はい、ちょっととりあえず読みますね。はい、八田明日香さん、どんな方かというと、千葉県出身、カリフォルニア州立大学卒業、日本に帰国した後に起業家支援の会社で、お仕事をされてて、特にアーリーベンチャーを中心とした起業支援に携わっていらっしゃいました。で、2013年からリクルートホールディングスの海外法人である RGF インドにジャパンデスク立ち上げメンバーとして入社。かっこいい。で、その後日系企業を中心にインド人日本人双方の採用支援に従事。でそこからですね、まあ、今日のお話に関係あるんですけど、2016年5月よりオーガニックフードをインドに広めるべく、双子のお姉さんと一緒にオーガニック野菜の宅配販売会社ハソラを立ち上げていらっしゃいます。なんと、今年でインド生活6年目に突入ということですね。すごいですね、これ読んだだけでも強そうすぎて日本男子がついていけないパターンかな、ね、みたいな。母親に不意に後ろ姿を見たときに、はい、たくましくなったねって言ってちょっと切ない気持ちになりました。ちなみにお姉さんとは双子のそうですね、お姉妹ってことですよね。そうです、そうです。この間、はい、お二人揃って、うんうん、私もお会いしたんですけど、はい、似てますよね、やっぱりね、双子ちゃんはね。そうですね、一卵性なのですごいよく間違われましたね、はい、ちなみにお姉さんも外国の大学に行かれてる、はい、そうです、そうです、姉も、はい、アメリカの大学に行っていて、インドは8年目くらいかな、うん、あ、そうなんですね、はい、ちなみにその、はい、日本で暮らしてると、うんうん、なかなかこう外国の大学に行きたいってなる人ってそんなにいっぱいはいないじゃないですか、はい、それってなんでそう思い立ったんですか、うんうん、そうですね、うん、私のすごい影響を受けた英語の先生がいるんですけ ど、うん、なるほど、その方が本当に20代の時にアメリカに渡っていて、うん、13歳の時にこう1ヶ月間サマーキャンプに参加したことがあって、その多分経験が強烈で、うん、自分もいつかはこうアメリカで勉強したいなっていうのを、うん、多分小学校中学校くらいからなんかこう思いぼんやり思ってたと思いますね、はい、それはなんかこう印象に残った出来事的なものがあるんですか、うんうんうん、日本とこんなに違うのって。そうですね、うん、多分すっごいこうなんだろう、なんかこう今までと違ったなんか世界だったりとか、本当にこう自然の中にもう自然と遊べみたいな体験だったんですけども、それがすごい楽しかったのと、まあ、英語が全然喋れなかったのが、多分中学生なりにすごい悔しくて、なんかそれは絶対上手くなりたいっていうのはすごい感じたかなと思いますね。で、まあ、ちょっとその進学はもう海外に行きたいなと思い始めて勉強して、うんうん、そうですね、もう高校の時には、はい、そうアメリカに行こうっていうふうにも思ってましたね、うんうん、なんか外国の大学受けるときエントリー大変じゃないですか。いろいろこう日本とも違うじゃないですか。そうですね、横並びじゃないから、うんうんうん、自分で調べたりとかも結構頑張らないといけないですよ ね、 そうですね、なんかトーフルっていうのがまずあって、で、うん、でもそれ取んなきゃいけなくて、そうですよね、でもそれで取ったれば、うん、まあ、入るのは割とできるんですけど、うん、まあ、卒業するのは大変かな、やっぱりその課題の数が。そうですね、半端ない、宿題もいっぱいあるし、英語がやっぱり全然初めは分かんなかったので、人よりも時間かかっちゃうね。すごい勉強はした大学時代だったかもしれないですね。大学に割とこう日系の人とか、アジア人はいっぱいいました？私がいたところは、うん、
アジア人、日本人はどうかな、うん、50人くらいいたのかな、あ、そうなんですね、でも都市部、うん、例えばサンフランシスコとか多分何百人とかいたんですけど、うんうん、田舎だったので、うんうんうん、そこまで多くなかったかもしれないですね。なんかこう外国の、ね、人たちって割とこう自分の子がはっきりしてる人が多いじゃないですか、将来についてだったりとか、その辺ってなんか日本に帰ってくるとギャップありません？あーそうかもしれない。なんか日本人女性が強くなってる問題にちょっとこう関連してくる気がするんですけどそうです、帰ってきた時はすごい逆カルチャーショックで、うん、なんかみんな同じ格好してるなってすごい思ったかもしれないですね。なんか意見言っちゃいけない感じがすごいやっぱりこう プレッシャーになっちゃうじゃないですか、みんなと一緒じゃないといけないよみたいなのが。そうですね、で帰って就職活動したんですけど、就活がすっごい違和感で、同じスーツ着てね、みんな同じ格好してなんでこんな、なんだろう、もう帰って間もなかったからすごい違和感でしたね。で帰ってきてからまあその就活して、 そ、 その起業家支援の会社さんに入られたんですけど、その時はどんなことをやってらっしゃったんですか？その時は、うん、その会社がこう日本で、まあ、起業する人たちを、うん、サポートをして、うん、まあ、起業家 の、 その開業率を、まあ、高めようっていうことをやってる会社さん で、ね、でそこで本当にいろんな事業をやっていたんですけど、うん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 、インキュベーションオフィスをやったりとか、うん、ビジネスセミナーを開催したりとか、あとはいろんな専門家のマッチングをしたりとか、うそういうことをいろいろやってる会社でしたね。その仕事は自分的には楽しかったですか？あ、すごい楽しかったですね。いろんな人との出会いもあって、やっぱすごい関わるお客さんが、うん、まあ、ご自身でこうやってる方だったので、すごい刺激はあって、なんかいい環境ですね、そういう人が身近にいるってね。そうですね、普通の、ね、そうですね、会社さんだとね、雇われてるっていう枠の中だけだとなかなか、ね、気がつきにくい、ね、ところもあるのかなと思うんですけど、で、まあ、お姉さんが、同い年のお姉さんが、はい、一足先にインドに行っちゃうじゃないですか。そうですね、なんで先に行っちゃったんですか？ そもそもどうしてインドを目指したの？そもそもは、なんかもうアメリカの次はアジアだってなったみたいで。あ、そっか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 。で、インド人って結構アメリカにたくさんいて、うん、大学の頃に賢い人たちがね、インド人の方もいて、うんうん、でなんかこういいイメージ、まお友達でいたみたいなんですけど、でインド行ったことないけど、うん、次はインドだっていう感じで行きますって言って行っちゃいましたね。それはその転職して行っちゃった感じですか？そうですね、ま、あの仕事を見つけて一人でインドに行くっていう、でも家族も本当に反対、反対とか、まあすごい心配をして、ね、大丈夫なのっていう ね、 そうね、当時のインドですもんね、今とまた全然違う ね、 そうですね、全然情報もなかったですし、行けっていうのはすごい決めて飛び出していったっていう感じですね。はい、でそこから2年遅れぐらいですか？うんうん、そうですね、はい、まあ、お姉さんが先に行ってるってことでインド行ってみて、うんうん、そうですね、で初めてのインドは どんな感じ？初めてのインドはすごいカオス、カオス、わかります、カオスですね、今でもカオスですね、そこは変わってない。そうですねなんかすごい世界があるなっていうのは思いました ね、 ね、で私海外アメリカと、あとメキシコにも留学してて、うん、あと中国にも住んでたことが少しだけあったんですけど、はい、なんかどこの国にも全然似てないし、なんか一番エネルギーがあってでもそういう話すると、うん、みんなにすごいインドがすごい好きだったから、うん、インドに来たっていう風に言われることが多いんですけど、うん、どっちかというと初めてのインドは面白いこともあったんですけど、うん、でもやっぱりこうなんで観光客として、うん、まあ、女性3人で結構移動してたので、うん、知らないインド人の方がなんか後ろから話しかけてきたりとか、なんかこう後をつけられたりとか、なんかこう必ずしもすごくこういい経験ばかりではなかったんですけど、でもやっぱすごい強烈な印象は、ね、確かにな、まあ、日本にいたら分かんないですよね、はい、あの感覚ね、はい、このこう統制された国にいると、そうですね、起こりえない衝撃的な出来事がいっぱい起こるじゃないですか。毎日がネタ帳くらいいろんなことが起きるかもしれないなるほどね。 まあ、それでもお姉さんに会いにインドに行ったらやっぱりちょっと衝撃を受けて、そこからでも自分もインドで住みたいって思うのは時間かかりました？それともすぐ決めちゃった感じですか？そうですね、でもその時に、うん、あ、もうあの次はインドだってっていう風にはもう決めていて。あ、そうなんだ、はい、へー、でそっから、うん、
まあ、転職というか、まあ、退職をしてインドに行くっていうのにどうかな1年くらいだったかな。はい、そのこのリクルートさんの海外法人ができるっていうのは本当たまたまですか、うんうんうん、もう偶然それで人を募集してたみたいな。そうですね、タイミングがあったっていう感じですかね。エントリーして行ってみちゃったみたいな感じですよね。そうですね、はい、2013年に入ってから4、5、6、まあ、3年間ぐらいは働いてたってことですよね。そうですね、はい、うんうんうん、まあ、でも日系企業だと割と守られてというか環境的には普通に暮らすよりかは、そうですね、うん、でも初め入った時は本当にまだ、うんうん、メンバーもほとんどいなくて、うんうんうん、まあ、何もないところから、うんうん、まあ、やってったっていう感じで、うん、うん、すごい、まあ、楽しかったですね、うんうん、すごい、なるほどね、うん、まあ、その3年間を経てこう野菜に行くじゃないですか、うん、はい、その野菜に行くっていうのは何かこう理由があるんですか。そうですね、一つは、うんうん、私の祖父母が農業をやっていて、で自分はすごいその食とか、まあ、自然とか、うんうん、本当にその健康で安全で美味しい食が自分のまあ情熱とかまあ原点だなっていうのに気づいたのが、ちょうどそうですね、自分でハソラを始める半年1年くらい前ですかね。ちなみにインドの、まあ、デリーだと何食べてました、その3年間って。3年間は、でもなんだろう、本当にこう食べたいなと思う野菜が少なかったから、大根とかじゃがいもとか、じゃがいも出てきますよね。じゃがいも、それネパールも一緒だな。なんかじゃがいもちょっと辛いので炒めたのとか出てきますよね。そうですね、あんまりなんかこう刃物とかサラダとかはあんま食べてなかったかもしれないですね。当時はまだそんなに飲食店もなくって感じですか。そうですね、まあ、地元の人が食べるところはあるにしても、まあそこチャレンジしすぎるとお腹壊すじゃないですか。はい、そうですね、来たばっかりの時は日本食のレストランの数も、まだそんな多くなかったですし、その他のレストランも、まあったことはあったんですけど、そんなにたくさんあるっていう感じじゃなかったですね。なんかこうインドに行ってて、そう衝撃的な体験ってあります、うん、これ食べれんのとか、これめっちゃ美味しいとか逆にね、食べ物縛りでインドすごいなみたいなのとか、食べ物縛りで、うん、インドすごいなか、うん、でもインドすごいなは結構よく思っていて、はい、まあ、すごいなとか、うん、いろんな意味での驚きは今もあるかな。日本で絶対食べないようなものを作ってたりとかもします、はい、食、野菜とか、どうだろう、日本にない、日本であんまり見ない野菜とかは結構ありますね、あとはなんだ、沖縄とかで食べられてる野菜でインドであるものとか、なんか関東ではあんまりないけどみたいなのは、そうですね、はあったりするかな、はい、食材でも国が大きすぎて、作ったものを運んでる間に結構傷んじゃったりとかもしそうですよね。すごいあると思います ね、まあ、あんまりこう冷蔵とか冷凍とかそういう技術が、ないです ね、まだほとんどないですね。取ったらそのまんま多分トラックに積んで、そうです、そうです、そうです、運んで、そうです、もう本当に投げ込まれてる感じ で、ね、大きなトラックに、もうボン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 野菜が投げ込まれて、なんかゴミ袋みたいな袋の中に入ってるみたいなこともやっぱまだありますね。まあでもインドでも、まあ、ネパールでもそうですけど、たくさんの人がその農業には従事してるじゃないですか、はい、野菜とかお米作ってる人いっぱいいるんだろうなって感じなんですけど、その市場の中で足りてない感じなんですか、それともその供給は十分回ってってる感じなんですか。まだそんなに多くないのと、あとはその欲しいと思ってる人がいて、で作ってる人がいても、そこがうまくつながってないのが今インドの問題かなと思いますね。ちなみにそのいわゆる日本人の人たちが住んでる地域からどれぐらい行くとまともに食べれる野菜を作ってる農家さんってあるんですか。遠い、それとも近くに近郊とのところにあるのかしら。近郊でも農家さんはたくさんいて、ただそうだな、こう結構こうデリーとかグルガオンだと、まあ、環境が、空気が悪いとかもあるので、だいたい
7時間くらい離れたところとかだと結構綺麗な州もあって、7時間か。そうですね、なんかこうインド汚いと思われがちなんですけど、うん、やっぱ都市部はあの、ね、環境が良くないけど、ね、離れたら、うん、あの綺麗なところもたくさんあって、本当に農業やってるあの人ってすごい多いですね、インドは。そのなんかいい野菜、綺麗な野菜を、届けたいっていうところから多分発想が始まったのかなと思うんですけど、とはいえほら中心部もそうスーパーマーケットとかあるじゃないですか、はい、ありますね。ああいうところで買えなくはないんですか、うんうん、今はちょっと変わってきてるんですけど、はいはいはい、私が来た時はスーパーマーケットに売ってる野菜がしなしなだったりとか、スーパーなのに、スーパーなのに、なんかもう廃棄するレベルのものが普通に売ってたりしてましたね。それってスーパー、うん、まあ、当時 のインドのスーパーに売ってる野菜ってこう 袋に入ってる感じ、入ってはないかったですね、積んである感じ、そのままのことが多いかな、今も多いかな。最近はちょっとこうパックしてる野菜とかが出てきたりしてるんですけど、基本インドの野菜っていうのはもうそのままカゴとかにボーンってあって、で好きな量取ってとかって感じですね。日本のスーパーマーケットとかだともうそもそもその契約してる農家さんがあって、そこから仕入れ、顔が見える野菜みたいな感じで仕入れたりするじゃないですか。ない。そっか、じゃあもうあれスーパーの買い付けの人たちが市場行って今日はここからここまで買うみたいなのをどさっと持っていく感じ。そうですね、そうですね。でそれが売り切れるまで店頭に並んでるみたいな。そうですね。そう、あのデリーに実はあの東南アジア最大の野菜市場があって、はい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 、すっごい大きいんですよ。で何トントラックがもう本当に何千台とか来るような、もうすごいもう雑多とした市場があるんですけど、基本そこから、あのデリーの野菜っていうのはもう流通してるんですね。でそこに行って、あの買ってくるとか、まあ、そこから買ってきた人たちが、まあ、小売りに流すとか、まあ、そういう流通の仕組みですね。ネパールだとね、うち、ね、まあ、ネパールで活動してるので、ネパールだとあの私たちが泊まるところとか、はい、村の中心部からちょっと行くとなんかちっちゃいお店みたいなのがあって、そこでなんとなく野菜が買えたりとか、あとこう町稼働のところで広げてる、野菜を広げて売ってるお母さんがいたりとかっていう感じで、そういうの聞くと自分はそこの畑からこれ持ってきたんだみたいな人っているんですけど、インドの場合はそういう感じじゃなくて一回もう市場にみんな下ろしちゃう感じなんですかね。それは都市部でですね、なので私たちが今いるそのデリーとかグルガオンはそういう流通の仕組みなんですけど、例えばもうちょっと離れたこう村とか田舎に行くと、今石原さんがおっしゃったような本当にその近くの畑が取ってきたよとかっていうのはあるんですよね。やっぱりじゃあ田舎に住んでた方がいいものは食べれそうな感じ。田舎に行った方があの新鮮な野菜は手に入ると思います ね。インドも同じ。そうですよね、はい、今ちょっと1時間降りてきたみたいな感じ で、 感じで今取ってきたよみたいなのが多分手に入りやすいんですけど、都市部はなかなかそういう感じじゃないかもしれないですね。それでその野菜を始めようってなったけど、最初って別につてがあるわけじゃないじゃないですか。まあ、ないですね、全然ないですね。こうインドってネパールより私ははるかに大変だと思っていて、その騙されるんじゃないかとか、なんか常に喧嘩してなきゃいけない感じがもうある、ありますよね。ね、インド人の人ごめんなさい、でも本当ですこれみたいな感じ。そうですね、なんかすごいこう初めの頃は常にやっぱりこう戦闘態勢っていうのもあれだけど、そういう気持ちではやっぱりいたかもしれないですね。なんでなのって思っちゃうことが結構起きちゃうじゃないですか。でこう謝ってくれないから余計腹が立つ。そうですね、とりあえず今謝ってって言いたくなっちゃう感じが。そう、謝らない、謝らないんですよ。そういうことすごいあって、ね、で始めた時はまだ本当にそのなんか信頼できる人がわからないからまずこう始めてみるんですけど、やっぱり全然届かないとか、届かない、あとは違うものが来るとか、あとはあの腐ったものをわざと入れてくるとか、あ、混じっちゃってるわけね。っていうのはすごいよくありました ね。そう、日本だとさすがに、ね、腐ったもの入れたら次ないから そこはしないと思うんですけど、ね、インドだと、まあ、もちろんあの全員じゃないんですけど、
なんか気づかれなければいいなくらいの感じで、こうわざと古いものとか、なんか本当にこうひどい状態のものとかを入れて、でもお金払っちゃったらもう返品できないよっていうのでやってる、やっぱ会社さんとかも初めはありましたね。それを1個ずつ開けて、そうですそうです、そうですそうです、で大丈夫なやつだけお客さんに運んでみたいな、はいはい、やってましたね。初めは全部自分たちでやってましたね。いやい、今は一緒にこう働いてくれるインド人の子たちがいるから、そうですね、そうですね、今はまだちっちゃいチームなんですけど、今チームメンバー、そうです、今5人でやっていて、そうなんですね、で今はそうですね、そういうの、こう見てくれるメンバーもいて、はい、まあ、農家さんってそれぞれ得意な野菜とか、うちの農家はこれ作るんだみたいな決まってたりするじゃないですか、そうすると、結構たくさんの農家さんと契約しないといけないのかなっていう想像をするんですけど、そうですね、そうですね、それはどうやってこう選んでいくというか、選んでいくのは、でも本当初めは、知ってる人とかもいなかったので、とにかくこういろんな、こうオーガニックマーケットだったりとか、まあ、そういうこうなんかオーガニックとか、ナチュラルファーミングみたいなイベントにとにかく行って、で、まあ、こういうこと今やりたいと思ってるんですっていうので、どんどん自分の名刺とかを渡して、でそっから話をした後に、そこに実際に行ってみるとか、まあ、紹介してもらうとか、そういう、こう地道な、全然こうウルトラシーっていう感じもなく、本当地道なことをずっとやっていて、一番遠いところはどれぐらい離れてる？遠いところはですね、10時間くらい離れてるところとかもありますね。10時間離れてるところでは何を作ってるんですか？あと日本でいう、なんだろう、長野県みたいなちょっとこう高原野菜みたいなのが、ちょっと涼しめのところですね、もあるので、デリだと結構夏場暑いんですけど、そういう他の州行けば夏場もこう山の中とかで涼しいので野菜が作れる場所もあって、はい、ちなみに今そのお客さんの層としてはやっぱりこう、デリ在住と日本人の方だったりが、今はそうですね、が多いですね。ただもっとこういろんな国の人もいるので、確かにね、もっと増やしていきたいなとは今思ってますね。ちなみにどんな野菜が人気というか、人気はやっぱりこう葉物野菜がこうやっぱりさっきおっしゃったようになかなかこう冷蔵車とかがないので、やっぱりこうお店にあると結構鮮度が悪かったりもするので、あんまりこうサラダとかで食べたいなって思う野菜がないんですよね。なんかね、ネパールだと生物の野菜ってなんか、スッカスカのキュウリの輪切りみたいなのが、ごめんね、ネパールの人聞いてないといいな。なんかキュウリ輪切りにしてるんですが、お皿のなんか、あ、端っこのところに積んである。それってネパール料理の前に食べるサラダですか？なんかね、村の人たちが気遣ってくれて、野菜持ってきたよって持ってきてくれるんですけど、だいたいそのキュウリ、キュウリかな、キュウリ大きいです、輪切りになってて、そうとか、まあ人参ちょっとスライスしたやつみたいなのが、玉ねぎとか、トマトとか、玉ねぎとか、そうですね、玉ねぎはやっぱカレーによく入っている感じですかね、はい、玉ねぎとじゃがいもはよくデパールのご飯でも出てくるというか入ってて、あとカリフラワー、あ、ブロッコリーじゃなくてカリフラワーがなんか謎に辛い、辛くで食べられないんですけど、はい、あえてあるやつとか、はい、メインで、日本でいうレタスとか、少ないかも、ない、あとほうれん草とかも、見たことないような気がするんですけど、ほうれん草のカレーとかないですか？あ、カレーか、あの形状のほうれん草、見ない、じゃないけど、なんかこう潰されたものは入ってますね、カレーみたいのもあるかもしれない、多分インドとすごい似てると思います、ネパール、そうですよね、何食べても同じ感じに私はちょっと感じてしまって、辛いからまず食べられないし、野菜食べてこう噛み締めて美味しいっていうのがそうかもしれないですね、結構やっぱ火を入れちゃうから、あんまりその野菜の味をなんかこう楽しむっていうよりは、やっぱこうカレーの中に野菜があるから、そういう感じですね、なんかそのスパイスの配合とかの方が彼らにとっては多分重要で、中に入っているものはそんなにこだわってないのかなって、特にまあうちが通ってるところはすごい田舎で貧困のところも多いので、こだわれないっていうのもあるとは思うんですけど、結構同じような感じのが毎回毎回出てくる感じで、シャキッ
っていうこう噛んでシャキみたいなね、サラダとか本当にそういう、こう火をあんまり通さない料理は、うん、そうですね、インドも少ないかもしれないですね、うん、でもインドってネパールに比べたら多分その、うんうん、あの民族の数とか、うんうん、はるかにこう、うんうん、多様性がある感じじゃないですか、うんうん、そうすると、うんうん、民族によって食べるものって違わないんですか、一緒、そうです、なんか州によって、うん、そのインド料理に使うものとか、スパイスが違うとか、と南インドココナッツ使うとか、うんうん、そういうのはあるんですけど、でも本当にそのすごく大きく違うことはないかな。そうなんだ、はい、確かに南の方はすごいご飯美味しいって言いますよね。そうですね、あでも南と北とかだと、うんうん、もちろんあのインド料理って言っても、うん、そうですね、結構違うみたいですよね。なんですか、南はやっぱり素材がいいんですかね、あったかいからですか。そうです、なんかココナッツを使うとかバナナリーフを使うとか、うん、やっぱその、うん、取れるもの、よくあるものをやっぱ使った料理なんですかね、そのザ・インド料理っていうのの中でいくと、こう駐在してる日本の人たちって何食べてるんですかね、うんうん、そうですね、もちろんインド料理食べるっていう人もいるんですけど、うんうんうん、でも逆に全くインド料理食べないっていう人もやっぱりいて、自炊で和食を作る、和食を食べに行ったりとか、もうレトルトをずっと食べてるとかそうですね、あとはあのこうお家にあの料理してくれるメイドさんとか、コックさんがいるからもう作ってもらうとかっていう人もいますね。でもそう、ね、そうインド料理を毎日食べてるっていう人は日本人だと少ないと思いますね。そういう人たちがやっぱりそうだ、うん、やっぱサラダ食べたいとか、食べたいですよね、インド料理も私はあの好きなんですけど、でもやっぱり油が多いとか、まあ、スパイスが多いとか、こう必ずしもこうすごくヘルシーではないので、そうですね、やっぱりこうさっぱりしたものとか、まあ、本当にヘルシーなもの食べたいというニーズは、あの日本人、まあ、外国人もありますし、まあ、最近はインドの人にもやっぱそういうふうに考える人は増えてきてはいますね。まあ、あとね、それこそオーガニックっていうのもあって、うんうんうん、結局、はい、市場に売ってて、バーって並んでるものとどこの農家で作ってるとかはやっぱ分かんないじゃないですか、分かんない、誰も知らない、それどうやって作ってんのかなっていうのを考えられる余裕がインドの人にもちょっと出てきたのかなっていう感じはするんですけど、そうですね、あの私今そう5年目で、ここ3年くらいがすごくインドが変わってきてるなと思っていて、食生活もあの変化してますね。で外食する人もすごい増えていますし、インド人でね、あとはこうスムージー屋さんと、スムージー屋さん、そんなおしゃれなものあったかしらね、すごい増えてるんですよね。あとはあのコールドプレスジュース、あの生野菜、生野菜、まあフルーツかな、ジュース屋さんがすごい増えてます。そのジュースは1杯いくらぐらい、一杯日本円だと300円くらいかな。結構ご飯食べれる、あの、インドの定食、タリーって言うんですけど、タリーが食べれるのと同じくらいの値段で売ってますね。高いですね、じゃあね。インド的には安くない。一杯300円ですもんね。そう。でも、買う人は増えてます。やっぱ健康志向の人が増えてきてるってことですかね。だと思いますね。まあ、そう、そうなってくると本当チャンスというか、そうですね、まだまだこの市場はね、本当に今始まったばっかりで、もちろんあの多くの人はまだまだ、あのそこまで高いマインドはないけど、でもやっぱりそう考える人も増えてきてるし、まあ、これからはもっと増えると思いますね。ちなみにまあデリーはすごくあの発展してると思うんですけど、次にここが来るぞみたいな地域とかってあったりするんですか。そうですね、どうだろう、やっぱり南インドだったら、ね、バンガロールとかムンバイとか、他の都市 も同じようなライフスタイルの変化は起きてると思いますね。一箇所にいる人口がもうすごいですもんね。そうですね、売れた時の量がちょっともう普通じゃない感じはね、すごい ね、人口はね、あの日本に帰ってくると、本当に人がいなくて人はいるけど、いますよ全然人が歩いてないと思って、いやいやびっくりするんですよね。なるほど、なんて歩きやすいんだみたいな感じなんですね。そうですね、面白い、特
に、今千葉に、いるんですけど、千葉がディスられてる、千葉人がいないっていう、人がいないなと思って帰ってきてびっくりしますね。それくらい頻度は人に道に人がいないことないし、なんか常にクラクション鳴ってるし、なんかうるさい、今エネルギーがすごいあるんで、なんか日本来るとすごいびっくりしますね。なるほどね。まあちょっとインドのねごちゃごちゃ感がねちょっと伝わったかなと思うんですけど、ここでちょっと前半一回、休憩をしてコマーシャルを入れたいと思います。また後半に続きます。コマーシャルどうぞ。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな。あら、どうしたの？ひどいね。つけた顔ってるね。まっすぐだよ。下の口つけないで。あそこで元気もらえるよ。いい湯だったな。あんちゃんもあそこに行くのかい？明日晴れるような気がした。いらっしゃい。会いたい、会いたい、その笑顔に。温かい、温かい、僕らの住むこの街。あったかいな、足立。あなたの声を聞かせてください。足立くん。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を、笑顔に出会うたび何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって。一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく、包んでく。小野浩平と申します。27歳になります。静岡県の伊東市、勤務職7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、ここで活かせていけたらなと思ってます。
お名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれてる森の方は僕は1年生のそっちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、海洋支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京で、まあ、勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。お名前は藤原理沙です。ハッチ新店舗の立ち上げから理事長をやらせていただいて、一応なんかあの全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい、その経営とかなんかそっちではなく一生患者さんと関わってみたい。ノアからあなたへ、あなたから親愛なる人へ、また会いたいよあの場所で、君と巡り会えた、また会いたいよ、いつの日か君の笑顔に。もうすぐお届けします。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は街に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。はい、この番組は株式会社キャン、インターネット放送 C ウェブ7階ブースから生放送で配信してお送りをしております。この番組では皆様からのメッセージを受け付けております。センジュアットマーク CWEB.JP までメールを送ってください。またフレッシュからのメッセージも受け付けてますので、どんどんね、石原さん可愛いなとかね、はい、待ってますのでどうぞよろしく笑いが起こってますよ、大丈夫ですか、笑いが起こってますけど大丈夫ですか。で今日ね、あのインドつながりで、はい、インドで飲食店をやってらっしゃる会社の社長さんがいらっしゃってるんですけど、さっきゴークルピー行こうっていう話がゴークルピーっていくらですか、日本円で。日本円で 1.7 掛けなんで10億弱くらいかな。10億弱の企業に成長しようという目標を今叩き出されたってことですね。やります。5年でね5年で5グルピー、そうすごい、そう売り上げをね、作るということに決めて、はいはい、それを実現したいと思います。そう今、ね、はい、やっぱこの CM の間も話聞いたんですけど、やっぱりインドの人たちもいいものを食べたいと思ってる、そう安心安全なものを自分の子供たちに食べさせたいと思ってる、思ってるけど、どこを信じていいかわからないっていうのが今の最大の悩みなわけですよね。それが信頼、ちゃんと信頼できるんですよっていうシステムをきちっとこう構築していってあげれば、そうですね、顧客はいるってことですね。いると思います。そう、本当にこうインド人が、100% 全員オーガニック、イズナットオーガニック、まあオーガニックは本当オーガニックじゃないと思ってますって言ったんですよね。私すごいそれ本当にびっくりして、結構日本の方は結構こうなんかこう疑ってるところもあるんですけど、インドの方もやっぱりその言ってる人がこうね、ちょっとこう嘘ついて言ってるんじゃないかとか思ってる。
そのインド国内で、ね、そのオーガニックの認定のシステムみたいなのは、ね、ありますあります。あるけどそういう問題じゃないんだ。そうですね、認定あるけど、うん、それがね、あの例えばそうレポートが出てても、うん、それをちょっと改ざんしてるんじゃないのかとか、 あとまあ認定なくてなんかシールとかね、うん、オーガニックとか貼ってあったりするから、ね、うん、それはね貼ってあるとか書いてあっても、うん、本当にそうなのっていう人はすごい多いですね、うん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 、今まさにそのフェーズで、なるほどね、で食べたいなとか買いたいなっていう人は増えてきているけど、でも実際にこうお店とかで売ってるものが信頼していいのかな、ちょっと高いお金払って、ね、でも本当にこう信頼していいか分かんないんだったら、うん、いつも通りのやつでいいかなみたいなのはありますね。でもほらこういうのってすぐには分かんないけど体に蓄積していくものじゃないですか、特に農薬とかね、そういうのってなんかこう危機感はあるけど買うところがないっていうのが ね、 そうですね、本当にね、問題ってことですよね。信頼できるところがないっていう、まあ、あるのかもしれないけ ど、 そこがうまくつながれてないんですよ ね、 そうですね、ちゃんとやってるところもきっとたくさんあるし、いいものを作ってる農家さんもちゃんとあるんだけど、そこにアクセスできてないってことですね、帰る人たちがね。私たちもハソラを始める前は、うん、本当にこうあの祖父母が山梨で、うん、あの本当無農薬で野菜作ってたので、うん、取り立ての野菜とかよく食べてたんですよ、うん、取り立ての野菜ってすごい美味しくて味も濃いのに、ね、うん、あのインドに行ったらその野菜、その本当に似たような味の野菜を食べたことがなくて、うん、食べたくてもどこに売ってるか分かんなかったんですよね、うん、ハソラを始めてこういろんなところに行って農家さんに会って、うん、であの本当にこう一生懸命作ってて無農薬でやってる人もいて、うん、その野菜って本当に祖父母のこう作った野菜と本当に似たような味をしたところもあったんですよね。なるほど。だからこうないんじゃなくてやっぱそう繋がれてないっていうのが現実。なるほどね。結構そのインドの農家さん、うん、まあ人によるんでしょうけど、うん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 、じゃあ農家さんによってはかなりその製品作りに命かけてる人もいるんだ、うんうん、はい、うちのジャガイモめっちゃ美味しいんだぞみたいな言ってる生産者もいるってことですね。そうですね、あの今のインドは多分日本の、うん、どうかな、うん、こう30年とか40年くらい前に、うん、もしかしたらその根農業をやって有機をやってた人がいたら、うん、多分こうその人はちょっとこうね頭がおかしいとか、うん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 、もう薬使わないでやるなんて何考えてるんだって多分言われてた時代が多分あって、うんうんうん、でそれで今ねどん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 変わってきてると思うんですけど、うんうんうん、インドって今そんな感じでこうやってた周りの人があの人ちょっとクレイジーだなとか、うん、なんで簡単な方に行かないのっていう風に言われちゃうんだ、うん、うん、わーもったいないねっていう風になってる中で、うんうん、でもやっぱりそれを信じて作って売ってる生産者の人はインドにもいます、うん、なるほどね、うん、それをや届けたいですよ ね、 すね、ちゃんと美味しいって食べてくれる人に届けたいですよね。そう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 、でも彼らは自分で売ることができないんですよね、うん、村で作ってもやっぱ村でね食べる人ってそのやっぱ同じ値段でしか買わないし、ね、高いのは買わないですね。都市部にいる人たちにこう自分たちで売り込んでいく力っていうのはないから、うん、本当に美味しいものがあっても届けられないんですよ ね、 ね、私たちはそこを、うんうんうん、あのやりたいと思っています。なるほど。今は週に何回とか月に何回とかっていうふうに決まってるんですか？今は週に3回ですかね、宅配やってて、はい、なんかこう生協さんみたいにこう決まった曜日にこう届けますよってことをやってますね。そのデリバリーする作業はデリバリーの会社さんみたいなのが別にあってそこに頼む感じなんですか？ですね、前はデリバリーの会社さんにこうお願いして届けてもらってたんですけど、うんうん、インドってこうお願いするに時間通りに来ないとかやっぱりそこでもインドらしさ出ちゃうインドあるあるはすごいたくさんあって、 あるあるですね。あとはこうお客さんからもらったお金をそのまま持ってどっか行っちゃったとか、そうですね、全然違うなんかところ行っちゃったとか、やっぱ結構あってたんですよ ね、 なるほどね。なのでやっぱ自分たちで採用して、うん、でそのチームメンバーの彼にいろいろとこう教えてやってもらおうということで、なるほど、今は今
チームメンバーにデリバリーするデリバリーも、ね、はい、いるので、はい、ちなみになんかこうインドで仕事した人たちはちょっと疑問に思うかなと思うんですけど、うん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 、インドはこう引き落としとか、うんうんうん、ネット決済とか、うんうんうん、代引きみたいなシステムっていうのはあるんですか？うん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 、ありますね。あの今インドはこう電子マネーがすごい勢いで普及しているので、本当にもう携帯スマホだけで払えちゃうとかっていうのは日本よりも進んでると思いますね。まあ、日本のスイカみたいな感じでそれがモバイル上でできちゃうっていう感じですかね。あ、なるほどね、はい、そっかそっか。そうすると進んでるところもあるんですね。 ありますね。あのインドはこう日本からするとなんかこういろんな意味で遅れてると思われがちなんですけど、あのインドの方が便利だなって思うことは結構たくさんありますね。すごいですね。でもね、はい、なんかあのごちゃごちゃした感じでこうお財布携帯的な感じでピピッてできちゃうですね。そうそう、なんかモバイルでなんかこう送金、あの携帯番号、相手の携帯番号入れて、で金額入れて、で、あの送信ってすると、まあ、送金ができる、オンラインで確認できちゃうみたいな。そうですね、っていうのが今すごい今普及していますね。あと結構モバイル系のサービスはたくさんあって、フードデリバリーからクリーニングから、結構本当にこうモバイル上で、こうサービスを受ける、まあ、そういうのすごいありますね。はい、なんかそういうこう発展してるシステムをうまくこう使いながらね、お客さんにね宅配ができるといいのかなと思うんですけど、今年なんかこうチャレンジしてみたい野菜とかこういうメニュー増やしたいよみたいなのあったりとかします？そうですね、あの野菜で言えば、あのインドでまだ日本野菜、例えばなんだ、わさびとか、わさび、そうですね、こうごぼうとか春菊とか、もう日本の野菜を作ってるところっていうのはかなりまだ少ないんですよね。他のアジアだと日本野菜を生産してる国もあるんですけど、インドは本当にこれからなので。確かに、はい、まあ、それもね、なんかいきなり自分たちが今までジャガイモ作ってたのを急にやっぱ変えるのってすごい勇気もいるし ね、はい、それで食べていけるかどうかっていうのはやっぱり、ね、心配じゃないですか。やっぱりそのね、売る作っても売れなかった意味がないので、やっぱそのね、作っいるところから、まあ、いるところでやっぱその加工したりとか、そういうふうにいろいろと広げていくっていうのは必要だと思いますね。なんか今この食材いけるんじゃないかとか、なんかこういうふうに加工して販売してみたいとかっていうの。食材、わさび、やっぱりわさびか。わさびってインドの人わさび好きなんですか？好きですね。そうなの？辛いもの好きだから。辛いつながりでちょっと辛いの種類違うけど、ちょっと違うけど刺激の感じがいいんだ。そうですね、やっぱりなんかこう、ちょっとこう七味とかわさびとか辛いものはインド人好きで、インド人の方がよく行く日本食レストランに行った時に、結構何でも七味かかってたんですよね。でチリかかってるよって言ったら、これはチリではない七味だって言って、ちょっとこう日本食のこだわりみたいな。でも日本人だと絶対お好み焼きに七味とかかけないじゃないですか。かけないですね、台無しな感じが。そうそう、いろんなものに七味が入ってて、やっぱそれがインド人は好きみたいですね。なるほどね。はい、日本食が今ちょっとずつこう人気になっていて、そうですね、やっぱこう寿司をあの食べたい、やっぱ寿司ってちょっとこうおしゃれな食べ物っていう位置づけなので、なんかこうそういう、ね、日本食レストランに行って、まあ、寿司を食べたらなんかすごいこうおしゃれだと思 う、 こうインド人の若者も増えているので、やっぱりわさびの需要は あると思いますね。あの皆さんの握りは食べれるんですか？握りは食べないですね。やっぱりカリフォルニアロールですよね。そう、巻き寿司みたいなものをインド人の方はやっぱ食べてますね。はい、今そのハズラさん5人チームでやってるってことなんですけど、はい、まあ、やっぱり人材的に若い人たちね、どんどん入ってきてもらって盛り上げてってもらいたいじゃないですか。どんな人材欲しいですか？あ、メンバーとしてですか？はい、そうだな、ね、こういうの得意な人入ってきてくれるとすごい嬉しいとか。そうですね、やっぱなんだろう、成長欲が あって、なんかインドでこう、めちゃめちゃ成長したいと思ってる人は、まず、なんかそういう気持ちが大事かな。でも英語話せなくても、ね、なんだろう、こう勉強したいとか、なんかそういう気持ちがあればいいなと思っているので、なんかとにかくなんかそのカオスなインドでなんか成長したいみたいなこうハングリー精神持ってる人は必要かな。ちなみになんか、
知ってる日本人の中で一番長くインドに住んでる人って何年戦士なんですか？20年とか20年やばい。でもそういう人はやっぱりあの、ね、結婚されてこっちに長く住んでるとか、うん、旦那さんがインド人で国際結婚で来ましたか？そうですね。なんかこうご自身でお仕事を立ち上げて住んでる人とか、うん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 、住んでる人とかは、ね、10年くらいですかね。でもそうですね、10年以下かな、10年以上という人は少ないかもしれないですね。でも最近インドで起業したりとかあのする人が日本人でも増えてきてて、そうですよね、まあ、さっきの話聞いたらやっぱここ2、3年で随分その購買意欲も上がってきて、ね、豊かな人も増えてきたってことなので今本当チャンスな感じじゃないですか。そうですね、やっぱ20代から30前半くらいの人がインドに来て、でなんかこう自分で始めるっていう人もちょっとずつ増えてきてる感じはありますね。なんかこういうことをやってる面白い人がいるよみたいなのとかは見つけたりします？面白い人、うん、あインドに自分で来てる人は大概面白い、ちょっと変な人で、でもすごい面白い人が多いですね。どうだろう、まあ、食で言えば、うん、私たちはもう野菜なんですけど、うんうん、まあ、魚をやってる人もいれば、あとはなんかこうやっぱインドの方ってやっぱこう肥満な方とか糖尿病の方が多いので、ヘルシーな食をまあデリバリーするとか、確かに、あとはこう、ま、日本で言えばなんかこうねアニメとか漫画とかやっぱりインドでもやっぱ日本っていうとそういうイメージが強いので、あのなんかそういうこうグッズを売ってるとかもいますし、ちなみにネパールだと本当に病院がすごいお金出せばあるけど、なんか普通の市民病院みたいなところは入院したら死んじゃうかもみたいな感じなんですけど、インドはどうですか？インドは病院はすっごい差があるので、そうだよね、そう、都市部にあってその年に外国人の方が多く行くところはものすごい綺麗でホテルみたいな病院とかありますね。すっごい。逆に言うとそういうところの病院食とかって何出してるんですかね、うんうん、どういう材料使ってるのかなとか。インド料理、インド料理か。そうですね、なんかちょっと優しい味のマサラ味のなんかおかゆみたいなのとか、でもまだまだそのオーガニックを使ってで何か料理を出してるってところは、まあ、ないと思いますね、まだ。そうなんだ。でも、なんかこうあの本当にお金持ち、あ、そっか、本当にお金持ちの人たちはインドで医療を受けないのかな、海外に飛んじゃうのかな、どうなんですかね。例えばラオスだとね、うちラオスでも仕事してるんですけど、ラオスだとラオスの富裕層の人たちはラオス国内で子供を産まないんですよ。タイ橋渡って、タイはもう医療大国というか医療で外国のお客さんたちをあの引き込むのを本当国策でやっておられるので、すごいレベルが高いんですね、なのでみんなタイに行って子供を産んだりとか手術受けたりとかするんですね。で、まあ国の体制的に、役人さんの偉い人たちは、まあ、ベトナムとつながりが強いのでベトナムの病院に行ったりする人もいるみたいですけど、まあ、ラオス国内で医療を受けないっていうのが、まあ、そう、まあ、それぐらいそのレベルが低いのでっていう風になっちゃうんですけど、まあ、インドは医療レベル的には、あ、でもそんなことないよね。だって子供を産んだりする人いるじゃん、その、あの不妊治療でインドで子供を産んだりとかもあるから、ちゃんとしたとこも、メディカルツーリズムはすごい盛んで、そうですよね、中東からあのすっごい来てますね。あの都市部の超 高級病院とかに、あの他の国から来てる、でもそこで食はこだわらないのかしら、なんかちょっと不思議じゃないですか。そういう自分がもしそこにいたらめっちゃそこをこう売り出して推しポイントにするけどだみたいな。そうですね、まだ出してないですね。なるほど、そういうとこも狙い目かもしれないですよね。だってみんなお金持ってるじゃないですか、そういうところに来る人たちってわざわざだって航空チケット買ってまでインドに医療を受けに来るんだからね。そうですね、多分そういうところもちょっとずつ多分変わってくると思うんですよね。今
今が本当に変化し始めた、本当初めのなんかこうスタート期間って感じですよね。ホテルとかは、でもホテルとか美味しいですよね。あのなんかその西洋の人たち、欧米の人たちがたくさん泊まるようなホテルって結構ちゃんとした欧米料理が出てきたりとか。そうですね、あのレストランはねすごいめちゃめちゃ増えてて、あの結構美味しいなっていうのもどうだろう、この2年くらいで増えてきて、あのパスタとかね、前はアルデンテ蒸しのもうめちゃめちゃ茹でてるパスタしかなかったんですけど、でも最近はねちゃんと茹で具合もいいし、美味しいなってとこも増えてきてるんですけど、食材にこだわって料理するっていうのはまだまだないんですよね。あの最近一つホテルで、うん、そういうオーガニックを打ち出してるところとかがあるんですけど、食材にフォーカスするっていうのも多分これからですよね。そうなんですね、そんなでもないんだ。なんか、お金持ちの人たちはめちゃくちゃいいものを食べてるんだろうなっていう、なんかこう想像で話をしてたんですけど、そうでもないんですね。まだそのなんだろう、食の例えば安全とか、食材の美味しさとかっていうマインドは、こうインド全体では本当に始まったところですね。なるほどね。でもほら、例えば上の方の層の人たちって、例えばアメリカに留学してした人もいるだろうし、日本に住んでた人もいるだろうし、外の国を経験してるじゃないですか。そうするとこうどこさんで、ね、帰ってきてね、そういうものをチェックするとか、外で食べたものをもう一回ここでも食べたいみたいな風になる人もいるんじゃないのかなと思うんですけど、そういう層が今増えてきているですね。なるほどね。なのでそのインド料理以外のレストランがもうすごい増えたし、お酒を飲む人もすごく増えて、そうか、お酒ね、なんか女性ってあんまりお酒飲む文化がなくて、インドって伝統的にはやっぱちょっとタブーなところがあったんですけど、最近本当にあの20代の女性もお酒飲む文化、まあ、文化というか都市部なんですけど飲む人も増えてるし、その中でやっぱ食の安全とかヘルシーなものを食べたいという人はいますね。でもそういう人は大体海外に住んでたとか、よく海外に行ってるとか、何かしらのこう海外との接点がある人が多いかなと思いますね。なるほどね。なんか絶対的にこうニーズありそうだから、なんかこう打ち出し方ですごい広がりそうな感じしますよね。でも絶対キーワードはやっぱヘルシーっていうところは絶対来ると思いますね。今ジムがめちゃめちゃ増えてて、本当にこう、なるほど、スポーツジムがすっごいいろんなところで、なんか例えばほら糖尿病の人が増えちゃったりとか、肥満の子が増えちゃったりとか、当然その食事療法みたいなのも取り入れていかないと良くならないじゃないですか。なんかそういうのとかってどうなってるのかなとかもちょっと思ったりしますよね。そうですよね、その辺も、あのね、そういう風にこう求めてる人も多分増えてくるし、ただインドとしてなんかこう食で健康改善っていうのはこれからだと思うんですね。今は運動で健康改善っていうところに今来てるんですよね。なるほど。でも運動の次は絶対食だから、そうですね、これから確かに国がそういうスローガンを掲げる時も遠くはなさそうって感じ。そうですよね、そうみんなやっぱこうね、運動走ったりとか、なんかこうスポーツして痩せるとか、っていう感じなんですよね。だからこうジムとかで、ね、なんかこう食事改善とか提案してるところは、まあ、すごい少ない、まあ、ちょっとずつ出始めてるかなって感じだと思います。なるほどね。私たちはそこですよね。こうもちろん運動も大事なんですけど、でもやっぱ運動だけでね、食を改善してなくて、コーラとかファーストフードばっか食べたらあんまり意味がないから、そもそも健康じゃないですよね。そうですよね。私たちはその空としてやっぱ食すごく健康にやっぱ直結するし、その生き方にもやっぱり影響すると思っているから、そのあたりをインドでどんどんなんかこうインパクト与えていけたらいいなっていうのはすごく思ってますね。そうするとこの食にめちゃくちゃこだわりがある学生さんか、とにかくもう
美味しいものを生み出したいと思ってそのね、そうですね、そういう人か、そう食べること大好きな人は大事かな、ね、今5人、興味ないとダメだもんね、そう、うん、5人いるんですけど、うん、全員大食い、全員大食い、すごい食べるんですよね、みんな食べること好きとか、ね、なんか自然が好きとか、ね、なんか農業好きとか、うん、あとはね、こうないもの作ることがやっぱエキサイティングだなって、ね、楽しいと思ってくれる、思う人、うん、あと変化が楽しめる人、そうですね、でもちょっといろいろ大変でもそれをこう、はいはい、チャレンジと捉えられる人が、ね、そうですね、いいかもしれないですね、多分それは日本からねこう出て、うんまあ、インドだけじゃなくて海外でやっぱりこう何かいたいという人には絶対必要な要素 で、うんそうですね、インドは特にそのやっぱ変化が激しいから、うん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 、その気持ちとか要素がより強い方が楽しめると思いますね、うん、ぜひね、うん、そういう人材、うん、あの長期で現地滞在をしてくれるインターンさんをですね、募集しているということなので、はい、アソラさんの、はいホームページを検索していただいて、はい、そこのお問い合わせからですねエントリーしたい人はバシバシと、わかんないこともバシバシ送っていただければ返信が返ってきますので、バシバシ、ここでねチャレンジしたい人、はい、ぜひぜひ、はい、あのお待ちしております、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけで今日はちょっとねインドあるあるいろいろとお話をありがとうございました、はい、ました、またぜひ日本にいらっしゃった時に、はいはい、遊びに来ていただければと思います、はい、ありがとうございます。それからまた来週皆さんお会いしましょう、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。僕らの最初の場所